えっとまず最初にですね、えーまあ、私はの専門はあの日本の金星史という江戸時代の、えー、歴史のですね えー、が専門になっています、えー、江戸時代のお資料といいますともう大,大半が古文書と、えー、いうことになりますので崩し字はどうしても、えー、読まなければいけないと、えー、いうことになっておりまして、えー、その崩し字をですね、えー、どう読んでいくのかというようなあところをおお少しお話しできればというふうに思います。いいますか古文書を読むっていう 簡単に言うんですが、5つぐらいの段階が実はあります。まず、古文書の形を知っていなければいけない、これは本当に具体的な形態だとか、あるいはどういうふうに書かれているのか、記述様式ですね、そういう形を知っていないと、古文書は理解できないと、その次に、崩し字を解読すると、これはこのワークショップなんかもそうですけれども、崩し字を解読すると。 でえー、古文書というのは江戸時代の古文書というのはですね、えー、と僧侶文というふうに通称されているような、えー、和洋漢文体というふうに、えー、書いておきましたけれども、日本流の漢文の形をしていると、えー、いうことなので、それが、えーまあ、読めないと、えー、いけないと、崩、えー、し字を,字を、字を解読できても、そのお、まあ、並びを。 えー、字の並びで,です、ね、どういうふうに読めばいいのかというのが分からないとなかなか、えー、理解しにくいとで、えー、さらにそれを読んで、えー、何が書かれているのかを理解すると、でさらには、えー、他の古文書の記載事項とかです、ね、参考資料なんかを使って、えー、資料の作成意図とか意義というのをこう理解すると、そういうようなあの段階が、えー、あるんだろうと。 いいう,うに思っていますで、えっと、これから、えっとまあ、ちょっと短めにしたいと思っていますが、えー、この古文書を読むっていう作業の中で必要な事柄をいくつかかいつまんで、えー、説明をしておきたいと思います。まず具体的な古文書の形状です、形ですが、えー、大まかに分けるとですねこの3つに分かれます。えー、譲と呼ばれるものと、えー、冊子 さらにつづり、この3つに分かれます。で、情は細かく分けるとこの、このような種類になると。で、冊子も大体この3種類がある。で、つづりっていうのは、複数の作成機械、別々に作られたものを、小寄りで閉じたりする、仮閉じにしたりしている状態のものをつづりというふうに言っておりまして。 えー、一点一点を見ると、五、えー、つずつの嬢だったりするんですが、それがこ、えー、よりで簡略に、えーまあ、製本されるような形ではなくて、えー、簡略に閉じられているとで、そういったものを綴りというふうに、えー、言っております。で、嬢なんですが、えー、この紙ですね、えーと、手すきの和紙です、えー、江戸時代手すきの和紙ですが、えー、その和紙の、 えーまあ、紙すきをやります、あとでちょっと写真が出てきますが、あの紙すきをするときに、すき枠という枠を使います。で、そのすき枠の形、大きさによってです、ねあのえー、各地域での、えー、紙の大きさというのは違うんですが、えー、その紙すきをやったときに、ケバケバになっている部分をこう立ち落として、1、えー、枚の紙にします。で、この1枚の紙の状態のことを、縦紙というふうに呼びます。 これが、あの、情の基本形になります。で、えー、この縦紙を横に2つに折って使う。えー、こういうふうにですね、下を折り目にして、こうして、こっから文章を書いていきます。ずっと書いていきます。で、えー、ここまで行くとどうするかっていうと、裏返して、えー、こっち側からこう書いていくんですね。で、あ、えー、で見ていただくと分かり分かると思いますが、これを、えー、折り紙を広げると、 こっち側の面と反対側の面は、文字の向きが逆になるという形になりますが、そういうのを折り紙というふうに言います。でさらに、縦紙を縦に切って使う。こういうのを縦切り紙というふうに言います。でさらに、この縦紙を何枚か貼り継いで、長い一枚ものを作ります。こういうのを縦継ぎ紙。 またパテ継ぎ紙あるいは、えー、普通に継ぎ紙なんていうふうに言ったりもしますがそういう形で使ったりもしますで。もう一つ切っちゃう場合もあるんですね。えー、横に切って、えー、そのまんま使う、えー、これを横切り紙というふうに言います。で、えー、この横切り紙をあ下切れこれ,これあの下が切れちゃってるんですが、えー、横切り紙を何枚か、えー これをこういうのを横切り継ぎ紙というふうな、えー、形ですねこれはあのえっ、ー、とお手紙なんかはこういう形で、えー、作ったりしますであの和紙なんですがさっき言いましたけどこんなまあ,あのこれは現代のやつでちょっと小さめに作ってますけれどもあの こういう隙枠があって、えー、繊維をはめ込んでいって、あと乾かしてっていう形で、えー、作りますあの、えー、構造だとかですね、であととろろ青いというのを、あのえー、な何て言うんですかね、粘着剤にこう使って、えー、その繊維をくっつけていくようなあ形なんですけれども、えーその、この石枠の形、大きさによってですね、えー、いろんなあの紙の大きさが,あ,があ,あ,あります。 大きく分けると、身の番という、身ののみのサイズっていうのと、半紙紙番といいますが、半紙のサイズっていうのに分かれます。で、これを2つ折りにして、袋とじの差し体にすると、これは身の番とか、半紙番とかっていう言い方に。 大体このぐらいの大きさだということを、えー、理解しておいていただき、えっ、ー、と、ですけれども、えー、それぞれ、えー、場所によって呼び名があります。えー、上の方を、天と言います。ち、えー、っていう、えー、対になる言葉になります。で、えー、と 文章の初めの方、えー、右側になります、ね。日本語はあの、えー、縦書きで右から左に書いていきますので、えー、右側になりますが、えー、書き始めの方を袖というふうに言います。で、袖、えー、からずっと進んでいって、文章の終わりの方を奥というふうに言います。 まあ奥側でもいいんですが、えー、この橋、まさに橋というふうに、えっと、普通、乗物はですねこういうふうに折って、パタンパタンと折っていく、えー、袖側に向かって、えーこっち、こっちからですね、えー、こっちからこっち側へ向かって巻いていくように折っていきます。で、そうするとですね、最後こう、えー、この袖側の端がですねこういう形で、えー、めくれてくるわけですね。で、あのその裏側にですね、えー、いろんなメモを書いたり。 しますでこういうのを、橋裏書きというふうに、えー、言いますあの。これは何かというと、こ,う、えー、とこの錠をですを、ね、巻いた状態でもどういう、わざわざ広げなくても、えー、どういう内容のことが書かれているのかというのをだいたいメモしておく、えー、そういうような役割を果たしています。 でえー、っとさっき、えー、見たこれ、これが先ほどのこう縦紙の文書になります。でこれを横に折って、えー、文章を書いていきます。こう書いていって、裏返して、こう書いていくんですね。えー、こっちは右から左、えー、こっちは、えー、っと左から右の形になるんですが、えー、こっちは文字の向きが逆になっています。えー、これがこういうののおのお、こういう特徴を持っているのが、えー、折り紙という。 ものですね、でさっき言った,、えー、っとた縦に、えー、切った紙、えー細、縦に細長い紙ですね、これを縦切り紙というふうに言います。で、縦紙をつなげたもの、こんな感じになりますね。えー、これ、縦継ぎ紙。で、えーっと、この縦紙を横に切って使っているのがあの横切り紙で、それをつなげたものが横切り継ぎ紙なんていう、えー、こんなような形になります。じゃ冊子の方はどうなのか。 これも1枚のたて紙をまず縦に折るか横に折るかで違ってきます。縦に折って折り目を折り目と反対側ですねこっち側反対側をこんな形で閉じます。本と違って小よりで閉じるんですが糸ではなくて紙をえ紐状にした小よりというので閉じていきますけれども。 えーそのおまあ、いわゆる袋閉じにして、えーこまあ、ここの部分を小よりで留めるというような形、こういうのを縦帳と言います、縦帳。で、えー、と縦紙を今度、横に折ります。横に折ります。で、横に折って、えー、そのまま重ねて、えー、右側を閉じます。 でこういう長面のことを横長長というふうに言います。横長長もしくは横長という言い方もします。えー、そういうものです。でさらに、えー、と横に折ったものをさらに縦に折って重ねて閉じる。そうするとこれの長さの半分のサイズの帳面が出来上がりますが、それを横半長というふうに呼んでおります。でこんな感じになります。縦長はこういう。い ここで閉じられているという感じ。で横長調はこういう感じになりますが、実際こう、えーと、倒して、えー、使うという形になります。で横半調というのはこういう形ですね。えー、あの横,横半長っというのは、まああのえー、持ち運びがしやすいものですから、えーまあ、フィールドに出た時のノートなんかに、えー、使ったりです,、ねえー、することが多いと。 いう感じですねで横長町の場合はリスト形式会計帳簿なんかのですねリストを作ったりなんかするときによく使われます。縦帳は法令を書き並べたりするときに使うような冊子になっています。形はそんなことになります。一応そういう形を覚えておいていただきたいと思います。で次ですが、崩し字を読まないといけないと。 いうことですで、えー、これは私の考えなんですが、えー、くずし字を読んでいくときの基本、えー、読み方ですね、いくつか種類がありまして、まず最初、えー、初心者の方は、えー、まず、えー、漢字の部首を覚えていただいて、でその部首から、えー、文字を類推するということですね。で、えー、とあの古文書の辞書があ,あ,のあります。あのえっ、ー、と 皆さんこれをお持ちですかね?えー「くずし字妖霊辞典」という,うやつでこれがあの日本で一番、まあ、詳しい、えー、くずし字の辞典になろうかと思います。あのえー、漢字がいっぱい入っていて、えー、1200ページぐらいある、えー、本であります。でえー、これ、えー、が、まああのえー 崩し字をどうしても読んで、えー、いかなければいけなくて、えー、まあ、ちょっとお高いですけど、買っとけというふうに思ったら、この、用、えー、例辞典というのを、えー、買うのをお勧めします。で、その他にですね、えー、っと、えー、これですね、金星古文書解読辞典という、えー、辞典もあります。これは 先ほどのくずし字用例辞典に比べるとお安いで3分ぐらいの値段なんですが辞、えー、数が若干少ない1700ぐらいしか入ってないんですがまあ近世の古文書を読むための基本的なあ文字は入っていますので、えー、まず、まあ、少し古文書を勉強してみようかなみたいに、えー、思われる方はこういう辞典をハンディなやつをですね えー、買っておいていただいて、でその辞書を頼りにしながら、えーですね、あのお崩し字の解読をしていただくということがあ一番いいんじゃないだろうかと思います。で、部首の、えー、崩し方っていうのを覚えていくと、お効果的に、ですね効率的に検索ができる。で、部首の崩し方ですね、これ,これが人弁という部首です。で えー、人弁の崩し方はこんな感じで崩れていくよと、えー、いうことですね、二水だったらこうだよと、口辺ならこ,もうこんな形にもなるんですね。で、えー、代表的なあ崩し方の字を、えー、サンプルでいくつか上げていくと。で、それをずっと、これも、えー、私が辞長から全部貼り付けたっていう、えー、やつですぐ、いかにアナログな仕事をしているかというのがよく分かると思いますが、えー、こんな感じで、えー、ありますので、あのー、えのー 当座ですね、えっと、今日辞書をお持ちじゃない方あがいらっしゃいましたら、えー、これを見ていただいて、えー、古文書に書かれているもののこう、部首だけでもですね、とにかく、えー、なんだろうっていうのを検討つけていただくと、えー、いうことをやっていただければ、あ,ありがたいというふうに、えー、思います。えー、っと、ちょっと待ってください。チャットが入ってますね。なんだろう。あ、ごめんなさい。音が割れている。 あとで赤い辞書の PDF。はい、はい、はい、はい。えー、なんかいろいろあの喋ってると夢中になっちゃうもんですから、いろんなあのチャットが入ってたりなんかしても、わ,かわけが分からなくなって、<laughs> すいません、ごめんなさい。はい、で、えー、っと <coughs>、えー、こういう、えー、部首を、 えー、元にして、えー、文字を類推するというのが第一段階になろうかと思います。で、その次ですが、あえー、筆の運び方、えー、書き方ですね、書き順、えー、崩しの書き順から、えー、文字を類推するという,うことがあります、えー。私はよく言うのは、お空に向かって書いてみなさいっていうふうに言うんですね。えー、で、えーこう 筆の運び方でなんとなく文字のイメージがつかめてくるので、あもしかしたらこの字じゃないかなっていう形で、えー、類推をして辞書を引いてみると。これはもう、ああのまあえー、半分当てずっぽですけど、えー、あこの字じゃないかなって、崩してみて、ですね、えー、この字じゃないかなと思ったら、えー、とにかく辞書を引いてみるで。違ったら違ったですいませんって感じですね。はいえー、そういうい筆の運びから あ文字を類推する方法があるだろうで少し、えー、読めるようになってくると今度前後の文字とか、えー、用例から文字を類推することができるということになります、えー、そうすると一文字読めて、えー、一文字読めてないなんていうことになると、えー、それが熟語であった場合には、えー、片っぽ読めますからその読める字を元にしてあこれじゃないかなこれじゃないかなっていう形で えー、想像するということですね読めない字を、まあ、判断していくというようなやり方があるんだろうと思いますで上級者になってくると、えー、文脈から文字を類推するなんていうことですねソロ文の読み方に慣れて、えー、こ,うあここはこういう言い回しになるはずだこういう表現になるはずだというのが分かってくると字が読めなくても えー、ここにはこの字が絶対入るはずだというふうになってきます。でそうするとあの、えー、字が読めないというよりも虫,虫,が,あの虫が食べちゃってです、ね、字がないようなところも類推して読めるようになってくるというようなことであります。あの最初は時間かかりますあの。この辺とかこの辺のところは1文字。あの えー、読めるようになるまですごく時間がかかるんですけれども、えー、苦労して苦労して苦労して、えー、読めるようになった字というのを忘れません。はい、あの苦労した分だけあの記憶に残りますので、あのー、まあ、試行錯誤と言いますか、えー、何事も、えー、トライしていただいて、えー、ですね、あのーえー、できるだけ多く覚えていただく。 いうことですね。あのそれが一番いいんだろうというふうに思います。で、この辺はあのえっと山本先生も言ってました変態ガナあですけれども、変態ガナのこの一覧表も、えー、皆さんに、えー、お渡ししてあるかと思います。えー、これもあのアナログです。全部、えー、一文字ずつ貼り付けてあります。で、それをお、えー、もう何年前だろう三十何年前に。えー 貼り付けたあやつなんですが、えーあの、皆さんのお手元に、えー、お配りしてあると思います、あの一覧できるので、えー、これかなっていうのをですね確認するときには、えー、使えるのではなかろうかと思います。であとですねあの、えー、古文書を解読して、現代の文字に、えー、書い文字として書いていく。 そういったときに、えー、いくつか、えーっとあのまあ、決まり事ではないんですが、かあの習慣的に、えー、使われているう、えー、方法というのがあるので、えー、ご紹介しておきたいと思います。あの,、えーまああの 基本的に古文書は和,あの和洋漢文体という,う、まあ、漢文で書かれているんですけどあの和洋漢文体というのは後でも、えー、言いますけれどもあの読み下す基本的には読み下していけばいいという感じ、えー、なんですが、えー、そうするとです、ね、助詞ですね、えー、何々はとか何々えとかです、ね、何々もとか。 そういう助詞として使われる変態仮名とかあとは漢文の助詞の流れさっき「思考して」っていうのが出てきましたこれ「て」と読みますで、えー「与える」という字は漢文の助詞で「と」なんですねで、あのー、これ変態仮名だという「よう」になるんですが「えー、あの与える」っていう字があ小さく書いてあったりすることがありますでこの場合はあのー、漢文の助詞だと思って でえー、これととと読んだ方がいいんですがえそういう,う、えー、こういう「えー、は」とか「え」とか「ですね、えー、は」えてともになんていうふうによ,、えー、よく読んでますが、えー、そういう字でこれ歴史学の方なんですが歴史学の方では元の漢字を残して小さな字で表記するこういう形ですねこんな感じで書きます、えー、これ「与平は江戸へ参り葬儀」「萌えもんと」 安吉も堂々にて御座候楼って言んですねえ、こういうふうになります。で、これ、なんでこんなことをあの、えー、やってるかっていうと、これ、歴史の方ですがあの、えーまあ、もともと古文書の中で小さく書かれている場合が多いっていうこともありますし、あとは、あのえー、活字で組んでですね、えー、正反するときの都合でじめ、こうなったんじゃないかと。 という,ふうに言われておりますそれが習慣としてずっと歴史学の中に残っているということですね。あと、もともと小さく書いてあるカタカナの2だとか、並びにっていう字なんかも小さく書くことが多いというふうになっております。でもう一つですね、カタカナで書くか、ひらがなにするか迷うっていうのがあるんですね。さっきの2なんていうのもそうです。2 えー、それと3ですね、二二八っていうんですが、えー、これはあの、えーとカタカナ、ひらがなの字母でもあって、カタカナの字母にもなってますんで、ひらがななのか、カタカナなのか、どっちなんだろうっていうことなんですが、歴史学の方では、できるだけ形を忠実に示す意図があったのかもしれませんが、えー、カタカナで表記してます。で、死、えー、と,とか生とかっていうのは、あんまり厳密じゃないんですが、 え崩し方の程度によって、死なんていうのはこう、羽が強い場合は、カタカナで書いてありますし、背、えー、もあのここのところですね、ここの丸まり方がどうなるかによって、ひらがなかはた、カタカナか、間、ま、隔、あ、で使い分けているというような感じになります。で文学の場合は、おそらく、えー、これは変態仮名だというふうに解釈して、えー、全部ひらがなあで記しているんではなかろうかと思います。これはちょっとあの、えー、歴史学のの方での 特殊なやり方になっております、はいで。あと、漢字の話も出てきましたね。救、えー、字体というのがあります。救治、えー、とこん,なこんなのですね。えー、今、こういう字を書いてます。えー、でこれ、救体っというのはまあこの字なんですが、この小の字は本当はもともと別字なんですけど、えー、小という字にしてますね。ところなんていうのもこういう風になってます。 医,なんて医学の医なんてのはこんなに難しい字を書いてたんですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、反対字とか穴とかっていうやつですね。で、えー、これをなんで旧字体というふうに言ってるかっていうと、今は常用漢字というのを使ってるからです。で、えー、昭和21年に、えー、東洋漢字というのが、えー、作られて、決められてですね、えー 略自体、えっと、を正式な自体とするというふうに決めました。で、それをお、えー、さらに、えー、昭,和あ昭和56年の段階で、えー、整理して、常用漢字というのが定められていて、えーえー、っと平成22年の段階で、えー、2136字が常用漢字というふうに言われています。でえー、っとこのの常用幹事、えー、よりも前の 自体のことを旧自体というふうに言っておりまして、で古文書の解読文、えー、古文書を、えー、現代の漢字に直していくときの表記の仕方ですが、もう常用漢字のあるものは常用漢字に直していく、でないものはそのまま書くというのが、まあ、大体一般的です。えなんて図なんて図書館のとの字なんていうのは、ここ こう書いてるとめんどくさいので、こっちにみんなおっしゃっております、はいえ。そんな感じです。で、えっ、ー、と、痛い字と後字は先ほど言いましたけれども、遺体字っていうのはあのせ、えーと、後期辞典なんかに書かれている、えー、の政治体として、それとは異なる漢字、えー、のことを痛い字なんていうふうに言ったりしております。で、解読文のときには、遺体字は、まあ、政治に直してしまうと。 普通の常用漢字などに直してしまうのが一般的です。で、この表の一番右側、ここの部分、ここの部分は合字と呼ばれるものです。2文字以上の文字を合成して一文字にしたものですね。このよりとかですね、ことっていうのも山本先生の授業のところで出てきました。これも使います。でえっと と近代に入るとこんなのも使えますね。えことカタカナのことです。で、これも時です。えー、これとも。であとはえっと近世から使ってますが、指めてとかですね、えー。なんとかとしてなんていうのもあります。さらに漢字の合字っていうのも実はあって、句、え、名、ー、とかですね。木とか木行って書いても木って読むんですが、えー、木とかまろ、えー、とかですね、えー。こういうのも合、えー、字という風に言われております。 で、総労文の話ですけれども、えー、と皆さんよく、えーえー、ご存知かもしれませんが、金世の公文書はですね、なんとかでござ総労とか、なんとかで総労っていう、最後に総労っていうのが文末につくのがいっぱい多い、えー、いっぱいあるわけですね。でそうすると、総労総労って書いてえるものですから、みんな総労文というふうに言、えーえー、うわけです。でこれはの別にあの、えーっと 江戸時代はの交互体と文語体は一致してませんので、あのこれは書き言葉です。あのえー、っと話し言葉でなんとかでござそろうと言ってたわけではないということですね。はい、で、基本的には、えっと、日本語の語順で並ぶ文章なんですけれども、もともとが漢文なので、定型の変読文字とか再読文字というのが入ると。 これが特徴になります、えー、どういうことかっていうとも、えー、ともと、まあえー、中国語は漢字でできていて、えー、文法なんか全く別で,で、あのー、それが伝播してきてさらに、えー、っと漢字の音を当てて、えー、万葉仮名とかそれができてきてさらに日本語独自のひらがなとかカタカナとかができてくるという流れになっています。えーその 中国語であった漢字を日本流に読むためにどうすればいいのかというのを、えー、考えていく中で、えー、日本流に、えー、漢文を処理したものが総論文というふうに、えー、理解していただければいいんだろうと思います。えー、例えば、えー、とこれ日本語では「歳月人を待たず」っていうふうに読んでますが、えー、漢文でいくとそのまんまこう,こう字がこう書いてあるんですね、5文字。はいで 昔の日本の人は、これを日本流に読むときに、どう読めばいいのかを工夫します。で、それのこと、訓読って言うんですね。えー、に日,本日本流に読む。えー、で、えー、訓読するときの、えー、テクニックとして、返、えー、り点というのを編み出すんですね。えー、0点だとか、1、2点だとか、えー、上下点だとか。 例えば「歳月人を待たず」っていうふうに読んでいくんですが、えー、そういうふうに読んでいくんだよっていう印をつけるためにこういうものを編み出します。で、えー、中世まではですね大体こういう、えー、漢文を、まあ、訓読していくっていうテクニックで、えー、文章の処理をしてたんですが、あのー、近世に入って情報量が多くなってきて、えー、しかもあのー えー、文書主義の時代というふうに言われるぐらいあの、えー、と法令の伝達だとかさまざまな物事を文書で伝える時代になってきますでそうすると、えー、村の名主さん庄屋さん、えー、ぐらいの人たちは、えー、文字を読めないといけないということになってきて、えー、割とこういう、えー、訓読文から平易な形でのです、ねえー、漢文に変わっていきます。でそれのの一つのパターンが総文 ということになりますソロ、えー、文だと「歳月日を」まで、えー、こうそのまま読み下しちゃうんですね。なんですけど時々漢文が残ってるんです。これここ「またずって読むんですが、えー、こ,ここだけ、えー、覚えておくここだけ返って読むんだぞっていうのが、えー、分かればあとは普通に読み下せるというような読み方になっているのがソロ文。 ということになりますで。どういう文字が出てきたら、えー、上に帰って読むのかでで上に帰って読むような文字のことを変読文字というふうに、えー、言っておりますが主な変読文字をここに挙げておきました、えー、何とかと言えどもとかですね、何々を言えとか何々ながらさっきははばかりながら向上なんていうののながらなんていうのも変読文字ですねでそういうこういうのがあいっぱいこうあります。で で,でも逆にこれぐらいの、えー、形を覚えてしまえば、えー、普通に読み下せば読めるんだというのが僧論文になります。で特に助動詞はです、ね、変読文字になりやすいという傾向があってさっきも山本先生最後あの説明してくださってましたけどなんとかラ「られ」ラレっていう字ですね「被害の日」ですねこれ受け身の助動詞ですけれども。 えこういうのも、えー、まあ必ずと言っていいほど「読文字として出て出きますべし」でっていうのもそうですね「でふ」っていう「ず」って読む打ち消しの助動詞ですがこういうので。あとは「ため」っていう字ですね。で これは、あの、刺激の動詞、させというふうに読みますけれども、あの、ためっていう字は4種類ぐらい読み方があって、それぞれ文脈に即して読み方を変えていかなきゃいけないというような字ではあるんですが、こういうためとかですね、あとは例ですね、何々セしむっていう。 やつですね、であと5都市なんていうのも、えー、必ず返っていきますので、まあ、割と助動詞が変読文字になりやすい傾向があると,ということを、えー、知っておいていただけるといいかと思います。はい、で、えーと近、近世の古文書なんですが、えー、特にですねあの、えー 身分制社会っていうふうに言われるぐらい、えー、あの上下に、えー、の身分とか格式にうるさい、えー、時代が江戸時代ですので、えー、この文書の様式にもですねそういう身分だとか格式が、えー、反映されます例えばあこれはあれですね普通の文書の上物、えー、の文書の形ですけれども、えー、っとまずタイトルが書かれます表題ですね えー、この文章だとキリシタン宗門を改めにつきお書物のことっていうふうに書いてありますあの江戸時代の文章のタイトルっていうのは、えー、あのタイトルだけだとあんまりよくわからないっていうのが多いです、えー、差し上げ申す一冊のこととかですね覚えなんていう、えー、タイトルです差し上げ申す一冊のことっていうのは要するに、えー、一枚の証文を差し上げますっていう意味で なんで,すね、で「覚え」なんて言ったら本当にメモっていう意味ですのであのタイトルだけだとまあ,あの中身がよくわからないっていうのは多いんですが、まあ、とりあえずタイトルがつきますで、えー、本文が、えー、次に書かれますで、えー、本文が終わると、えー、年月日ですね、えー、年月日が書かれてで、えー、このところです、ね、年月日の下あたりに、えー、差出人の肩書きとか名前 ええが入ってきます。で、え最後に宛どころですね。宛名が記されるというようなあ形があ標準的です。で、えー、まあこういう形を取ってるんですが、えー、身分の差が激しかったりするとですね、えー、こういうあかごめんなさいちょっと違うな。えっ、ー、と順番が違いました。えっ、ー、と江戸時代のですね、えっ、ー、と支配の仕方をまあ簡単に えー、説明しておきますがあの将軍を頂点とする幕府が、えー、上にあって、えー、でもちろん幕府の直轄支配をする部分もありますこういうのを五領というふうに言うんですが、えー、そ,れそれ以外にですね、えーっと各えー、その将軍のも、えー、が所、えー、領を与えて、えー、支配を任される。 えー、ところがありますで、えー、それの、えー、一番大きいのが大名というやつですね。で、えー、大名というのは、えー、六高が1万億以上の、えー、将軍の直属の家臣ということになります。えー、それを大名と言います。で大名,領の、えー、大名の領地のことを領分と言います。 えと藩という言葉はです、ね、幕末には使,え使われますけれども、あの公文書ではなんとか藩という言い方はしません、えーあの、大名の名前が出てきて、なんの垂れべ両領分という言い方をするのが普通です。で、えー、と幕末期に、えー、とそ,のそういう藩がですね、大名領が276あったというふうに言われています。でえー、と1万 将軍の直属の家臣のことを旗本というふうに言います。で、えー、あの旗本は、えー、旗本の領地のことは、地行所というふうに、えー、言っております。何の垂れべえ地行所って出てきたら、あこの何の垂れべさんは旗本なんだなっていうのが分かると、えー、いうことになります。で、その他、由、え、緒、ー、のある自社などにも領地を与えています。で、それぞれ、えー、っとこの 寮内の裁判権とかです、ね、年貢の徴収権とかは、それぞれの領主が持っているということですね。で外交だとか通商だとか、ですね大きな国家的な問題に関しては、幕府が中心となって動くというような構造を取っていたということです。で、この文書の話になりますね。 えっとこれの、き、えー、今日やる丸一の資料と形が全く同じなので、中身違いますけど、えー、よく見ておいていただければと思います。これはの、えー、下に書いてあります通り、えー、将軍が大名に宛てた領地修印状という、えー、特殊な、えー、古文書です。であの差し出し人がです、ね、書いてないんです。で えー、朱色の藩甲がをしてある、ねえー。年月日の下に朱色の藩甲がをしてある。で、藩甲のところを読むと、吉宗って書いてあるんですね。で、これは吉宗っていうのは将軍、徳川吉宗のこと、八代将軍ですけれども、えー、で、この将軍・吉宗が、えー、この場合は松平丹,丹波守。 という大名ですけれども大名にこの領地ここに書かれた領地を与えるので支配しなさいということを認めた時に書かれる文書ですで朱色の犯行というのは当時は将軍しか使えませんですので朱印が押してあるというのは非常に 何、えー、て言うんですかねあの、格式が高いものになっています。でしかも、えー、名前を辞書しないっていうハンコだけですね。でしかも、このハンコの位置と宛名の位置を見てください。宛名の方が下ですで。こういうふうにですね、えー、と身分が上のものがあ下のものに出すときには、えー 差出人の部分が上に来て、えー、当てどころが下に来ます。で、えーと、そんな感じになります。で、これなんかは書簡です、えー。書簡ですね。これ折り紙の書簡ですけれども、最後の部分を見るとですね、これ面白いですね。えー、これ、安田若狭のおかっていう、えー、名前が書いてあって、でその後に「いみな」というのが これ、は本名のことなんですが、え、いみな、でね。で、が書かれます。で、その下に顔をですね、書き版とも言いますけれども、まあ、言ってみればサインですね。えー、自分の名前の一部をですね、えー、図案化したサインを作るんですけれども、それが書かれます。で、これ、この、えっ、ーえー、と、普段使ってる名前があって、で、このいみなというのは普段使わないんですね。 なかなか使わない。で、この普段使わない意味名を添えて、さらに顔を描くというのは、非常に相手を敬っているということを示しています。で、でこの場合は、安田という幕府の役人が、大名の稲葉の殿上という人にですね、出している手紙の最後のところですが、稲葉の殿上ちょっとき。あの 隠れちゃってますけども「様」とあってでその次に「紀宝」えー、って書いてあります紀宝これ頂、えー、い,いた手紙の、えー、お返事って意味なんですねでこういうのをあの宛先の後にちょっとした一言を添えるこういうのを脇付けっていうふうに言うんですが、えー、このお脇付けを添えている紀宝って、まあ、尊い手紙っていう意味なんですが。 えー、尊い手紙をいただきました、ありがとうございますという意味で、えー、こういう脇付けをつけるということなんですね。こ,れこういう,こう書き方で相手を、相手がこうどういうふうに敬っているのかというのがあ分かるというようなことになっているというのが、えー、あっ、辞書ですね、ありがとうございます。 特徴の一つですですので、えー、と差出人と宛先ですねの位置関係高さなんていうのも非常にこうこういうのに注意しながら、えーあのえー、古文書を読んでいくと、えー、あこういう身分の人がこういう身分の人に対して出してるんだとかですねそういったことがよく分かることになりますのでこういうところに目を向けていただければ いいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、今日今日からですね、4点、えー、資料を出しました。はい、えっ、ー、と、これの、えー、1点目がこれです。さっき見たやつと、すごく似てると思います。えー、あの、大名の、えー、大名にとってですね、こういう、う えー、古文書が一番大事な古文書です、えー。あのヒントがここのところに出てきています。で、さらにえっ、ー、とここにえっ、ー、と丸1の基本データっていうふうに、えー、書いておきましたが、あのー、この文書に関して、えー、必要なあデータをですね、えー、まあメモ書きじゃないですが。 撮ってみたのがここです。で、あの皆さんにお配りしてるんですが、ちょっと一文字一文字間違えておりましてえ、津軽一学という人物のところ、えー、信太の父って書いてあったんですが、これは弟の間違いです。すいません、えー、失礼しました。えー、あのまあ、訂正しておいていただければと思います。あので。 この文書に書かれていることを元にして、このデータを取ってますので、あのまあ、ノートのところは別ですけれども、えー、ここの部分取ってますので、えー、このデータを見ながら、これを見てみると、割と辞書がなくても読めるかなっていう気がしております。で、えー、っと、あの、後でですね、えー、もし皆さんが読めなさそうだったら、 あのえー、解読文をチャットで送りますが初めのところだけ、えー、ですね最初のうち、えー、少しの時間、えー、辞書を持っている方は辞書を使っていただいて、えー、辞書のない方は、えー、いろんなこの辺の、えー、データだとかですねさっきのかこういう形とかを、えー、参考にしながらさらにあのさっきのビンランみたいなのも使いながらですね 例えばこれは何辺の字なのかとかですねこれなんか何辺でしょうね字が分からなくても例えば「シュが何辺かっていうのが分かるととっても後で助かるんですねこの「このシュは何だろうとかねいうことで少し皆さんで読んでみていただきたいと思います。様子を見て あのかえー、とチャットで、えー、解読文を、えー、お送りしたいと思いますので、えー、とこれからしばらくの間、えー、この文章を解読してみてください。はいでえー、とこれで一回、えーあのえー、レコーディングを止めていただいて共有書いてあります。はい、で、えーと、この部分ですね、えーと「陸奥国」っていうことですね。えー、これはあの 日本の古代以来のです、ねえー、66国があるんですが、えー、それの、えー、あれですねあのお、最もになるのかな、えー、北の方です、えー、今の青森県のあたりですね、陸、え、奥、ー、の国、えー、津軽郡というふうに読みます、津軽郡、陸、え、奥、ー、のこの陸っ,ていう字陸,陸っていう字ですね、これ、小里編になります。 えー、小里編の崩し方、典型的な崩し方はこの崩し方です。で、えー、っとこの小里編が分かると、えー、この小里編で辞書を引くわけです。で、えー、っと、これか、えー、辞書を引きます。よいしょ、えー、っと、表紙だね。この辞書で、えー、小里編というのを引きます。あのここに一番、えー、っと、この辞書を、えー 1>, 1, 1枚一枚一ページ目をこうめくっていただくと、このブッシ,ュブッシュ作品というのがありますね。で、このブッシュ作品の、えー、とこの辺ですね、えー、これはあの、大里と小里編と両方あるんです。えっ、ー、と、これが右側だから、作りの方ですので、これが大里で、こちらが小里編になります。で、えー、小里編の、えー、1142ページと。 いうふうに書いてありますので、1142ページに行くわけです。えっ、ー、と、小里編、小里編ですね。1100、で、えっ、ー、と、これが小里編の始まりのページです。で、えぇ、ー、小里編、小里編っていうのをこうずっと見ていくわけですね。で、にで、このお字がですね、えー、さっきの、えー、この崩しと同じ字を、 探すわけです。でずっとこう探していきます。ないかなないかなって言って探すんですね。こうやっていくと、えー、どっかに出てくるはずなんです。えー、何ページだろう。あ、ここにありますね。ここにあります。陸という字ですね。えー、っと、一回出してみましょうか。よいしょ。で、これを。 そうですね、えー、っとこうしてえー、これを大きくすればいいんだいょちょっとこっちえー、この崩しですねこの崩しがどれに近いですかねあまりいいのないかこれかこの辺の崩しに近いですかねこの字。 ね、でこうやって、辺の見当、えー、をつけて、でその辺に関する字を片っ端から、えー、引いてみると,、えーい,みるとえー、いうことをですね。で、えーと、最初から順番にです、ねえー、引いてみると、小里辺の頭ですね、頭の部分からず,、えー、とずっとこ探していくわけです、ずっと。でえー これ見つかると、えー、いうことになります。で見つかるとやったっていうことになるんですね。でリク、えー、というふうに読みます。でそうすると辞書はですねすごく便利でで何が便利かっていうとこの辞書は用例というのがついています。この陸という字を使った、えー、あの字がですねここ熟語が書いてあるわけです。そうするともうすでにここに出てきてるんですね。 でこの、この字も、次のこの字ですね、ここの,この字も似てるじゃんっていう話になるわけですねこれ。ここのところとこれですね。で、3文字目もなんか似てるなって。で、ここにあの番号がついていて、3って書いてあります。で、3っていうのを見ると、六つの国って書いてあるんですね。でそうすると、もう3文字読めちゃうということになります。はい でその次のところはちょっと難しいですね。これ,これが何変かっていうことがあ、ちょっと分かりにくい,い,いわけです。で、あの実はですね、えーっと、ちょっと待ってくださいよ。えー、っと何が起こっているんだあ、こうだ。で、えー、っとあの、非常に崩し、ね、があの似た。 崩しをすするるとかっていうのがあるんです例えばこういうふうに崩してあるっていうのはえー、行人,弁にもあ人弁にもなるし行人弁にもなるし二水の場合もこういう崩しがあるし三水もあるしっていうんですねでちょっと形が変わってこう一回横に入ったりなんかするとゴン弁になったり足辺になったりとかですね でこういう、あのーお、なんだろう、えーっと、一つの崩しですね、こう,こういうかんあの簡略化された崩し方でも、いくつかの辺を疑ってみないといけないということになります。で、こういう、えー、に似た形の辺っというのが、えー、っとこのおさっきの、えー、崩し事要例辞典の、えーっと、何ページだったかちょっと忘れましたが、えー、入ってるはずです。あのえー 見ておいていただければいいと思いますけれども、えー、こんな崩しになってますね。えっとこれ似てると思います。あのこの崩しですね。でちょちょっとこう来てますので、えー、どの崩しだろうこ。この辺が似てるなとかね、えー。この辺もちょっと似てるなとかっていうので、えー、まあ三水あたりを疑っていくとつ、えー、という字が あ出てきますで、えー、っと、つという字ですね、えー、っと、辞書を持ってる方は、えー、584ページを見ていただくと、えー、このつという字が、えー、出てきます。こうですね。えー、どの崩しになるんだろう、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これだ。えー、この、この崩しですね。 この辺、この辺かこの辺ですね。この辺かこの辺の崩しに似てますが、えー、という字があります。で、その次、この字ですが、この辺は、あの、えー、独特な、あの、崩し方をする辺です。ですので、この、この辺が出てきたら、あの、 えー、そ,のその辺をです、ねえー、思い浮かべればいいという、あの非常にやあの逆に言えばラッキーな、えー、あの辺なんですね。これ、車編です。車編。えー、っと、車編はですね、例えば、えー、っと、車編。あ、これですね。 えー、車編の字いいですね、これは車編がここから始まります。えー、いろんなこう崩しがありますけれども、例えばですね、あも全部車ちゃんとした車になって、あこの辺ですねああ、もう出てきましたね。えー、軽いっていう字、えー、軽いっていう字はこういう崩しになっていきます。えー、こ,れこれがあの車編の、えー、特徴的な崩しになります。えー、その他この辺もそうですね、こ,これなんかも。 えー、車編こういう崩しになっていきます。えー、こういうあの変の崩しの特徴をつかむと、えー、あのお目当ての、えー、部首のところに、えー、すぐ近づいていくことができます、えー。これはちょっと崩し方良くないなあ、えー。あこれですね。これなんかもそうですね。これも車編の典型的な崩しになります。でさっき答え出ちゃったんですが、えー、軽いという字。 えっと、今の、えー、軽いという字はこの字になっていますが、これはあの、えー、本当は略字体でもともとはこういう字が書かれます。これがあの、えー、本字になります。で、えー、っと、えー、よいしょ、あれ、よいしょ、これですね、えー、あもう,もうちょっとあれか、こうす,こうすればいいのか。 えー、よいしょ。えー、っと、ちょっと変な崩しになってますね。どれだろう。これに近いですかね。右側の作りの方はこれに近い崩しになってますね。これで軽いっていう字になります。えつ陸奥にがる軍です。軍。これは大里という。 部になりますなんてことをやってるとですね、えー、時間がかかってしょうがないんですが、えー、ざっと見ましょうはい「陸、え、奥、ー、国、えー、津軽軍」というふうに読みますねでその次は数字です、えー、4万5千国石と決めますで国って何っていう話をし始めるとえー これはあの2時間ぐらいかかるんですが、えー、簡単に言うとあの、えー、江戸時代は国高制という、えー、こんな字を書きますね。制えー、国高制という制度が敷かれておりましてあの物事の換算基準をです、ねえー、米に。 えー、頼ると米のお、えー、量に頼るという、えー、なんうんですかね、米の量をもとにしたあの、えー、物事の価値基準を決めていくようなあそのシステムというのがありましてあの、えー、簡単に言うと、単位面積あたりの、えー、農業生産力を、えー、お米で換算する。えーまあ現あの 簡単に言ってしまうと、えー、っと面積1段ですから、ヘクタールですね、1ヘクタールあたりでお米がどれぐらい取れるかっていうことによって、国、えー、高というのが決まりまりすでその国高のお数字がその、例えば、陸、え、奥、ー、国津軽郡の、えー、ある場所の、えー、農業生産力の合計値になっていきます。 でえー、合計値が4万5000億あるんだというんですね。で、えー、その、えー、とこの六つの国に加えて、えー、隣に書いてあります、えー、次の行に書いてあります、光、え、月、ー、の国と読みます、上野って書いて、光月と読みますが、光、え、月、ー、の国、で、これ、は瀬田軍と読みます、えー。この固有字を書きます、瀬田軍。これ、地名ですので、田、えー、っていうのは、あれですね、ひらがなの元字にもなってますね、えー、地母にもなっています。 セタ、えー、群ののっていうのがここに小さくあります。セタ群のうちで、えー、にっていうのはあの数字の普通の2を書くときもありますが、えー、こういうあの難しい字でですね、えー、にを書く場合も多いです。あのえっ、ー、と数字であの防数字だけ引くとですねあの。 何ですかね、あの、えっ、ー、と、間違いやすいというあのよ、読んだり書いたりするときに間違いやすいということもありまして、えー、わざわざ難しい字を書きます。で、えー、江戸時代のこの数字を書くときに、1、2、10は、えー、難しい字が書かれることがあります。はい。えー、3、4、5、6、7、8、9は普通に、えー、今使っている、えー、数字を書きますけれども、あの、おー 1210に関しては、えー、こういう難しい字が出てきます。えー、これは2です。2千石、えー、ですね。だから、まあえーっと、こっちが4万5千石で、こっちが2千石ですから、まあ、こっちは、えー、っと小さな、えー、領地ということになりますで。都合というのがありますね。す、え、べ、ー、て合わせてということです。えー、都合4万7千石というふうに書いてあります。で ここに、これは割分かち書きとか割書きとかっていうんですが、この4万七千石の内容については、目録別紙にあり。ここですね。目録別紙にありっていうふうにこれは戻ります。変読文字になっています。目録別紙にあり。だからこの文書に加えて、この4万七千石の明細が書かれた目録というのがついているんだ。と。 いうことが、えー、こ,この記述から分かります。で、4万、えー、7000石ですね。えー、で、えー、この4万7000石のうちから 4, 国、4000、え、石、ー、うち4000石、津軽左京っていう、これ人の名前です。えー、津軽左京で、さらに千石は津軽一学っていう、これ,これも人の名前です。えー、で、 これを身体すべしというふうに書かれます。これ、べしというのはかあの可能のかで、使、え、役、ーえー、の助動詞ですね。えー、さっき助動詞はあの変読文字になりやすいというのを、えー、言いましたけれども、えー、ここも えー、身体すべしというふうふに戻って読みます。で、この「の」という字ですがこれ「これ,これを」っていうふうに無理やり読んでいますけれどもこれ漢文の名残でもともとはこれあの、えー、訓読するときにはもう読まなくていい字なんですなんですけれども歴史学の方では、えーとまあ、これをというふうにわざわざ読む習慣がありますので、えー、これを「身体すべし」と。 いうふうに読んでおくのが、まあいいだろうというふうに思います。あの、これは読まなくても、本当はいい字です。はい、で、えー、残り、えー、4万2000億ですね。えー、4万2000億。で、これは、あの、充実の10が入っていますが、えっ、ー、と、宛先の宛るという字と全く同じです。えっ、ー、と、ここですね。充、え、実、ー、の10の字が入っていますが、この字は、えっ、ー、と、 当て先の当てるという字と、えー、同じ意味になっています。えー、なので、えー、これは当て行うというふうに読みます。えー、残り4万2000億、えー、これを当て行い、おわんぬと読みます。ここはおわんぬんですね。えー、確かに当、えー、て行いましたという意味で使うんですね。えー、4万残り4万2000億、 当てえこれを当て行い終わんぬというふうに読みます。で、えー、最後の一行ですが全く了知すべきものなり、えー、全く了知すべきべ,べしっていうのはさっき変読文字だと言いました了知、えー、すべきものなりで、えー、最後お文末の締めの一言ですがよって九段のごしというふうに読んでいきます。 よって段の如しで、えー、年号が書かれていまして、これは漢文4年4月5日、これは普通に読めますかね。で、朱、え、印、ー、が押されています、これはあの、モノクロなので、えー、灰色になってますが、グレーになってますが、もともと主印です。で、朱、え、印、ー、で、ここに家綱と書いてあります。えーえー、主問、印で家綱というふうに書いてあこれは四代将軍です。 えー、四代将軍の徳川家綱です。で、えー、宛先が、えー、津軽越中守、これ、平仮名です。東のへと書いてあります。津軽越中守、どのへってですね。で、あのえー、と江戸時代、濁点振るっていうことがあんまりないので。 えー、ちゃんと濁点読むときは濁点を補って読まなきゃいけ,、えー、いけません、えー「津軽越中の神道の絵っていうふうに、えー、読むということになりますですので、えー、っと将軍の主印が押されていて、えー、津軽越中の神に対してこれだけの領地を与えるという文書になります、はい、あのえー 時間があ来ておりますので、えー、とこのお文書、えー、資料1の、えー、解釈う、それと、えー、この1、えー、資料1からどんな情報を得て、えー、例えば、えー、皆さんの図書館で,です、ね、突然、ああいう資料が舞い込んできたときに、えー、どういう目録のデータを取ればいいのかということについて、えー、次回、えー、ですね、明日の 講義で続きをやっていきたいというふうに思っています。えっと今日のところはとりあえず以上で、もう時間も来ましたので終わりにしたいと思います。ありがとうございました。